さん以外の4人で絵描きをお絵描きをしたらどうなるのか検証してほしいというコメントをいただきました。はい、なので、はい、俺もついたよ、ジムめっちゃ。ちょっとあれ持ってきて、シュシュッと。シュシュッと。やべえ、同じことになる。レベルが一緒、意思疎通みたいな。はやです。かなです。ママです。画面外にいますが、今日進行を担当するあやです。はい。何でしょうか、あやさん。先日 YouTube チャンネルのヘッダーを変えたと思うんですけど、皆さんもう見ましたか？見たか。おい。見てないんやって。じゃあ一応見たよ。その動画で視聴者様よりあやさん以外の4人で お絵描きをしたらどうなるのか検証してほしいというコメントをいただきました、うん、はい、なので、はい、今日は私以外の家族に絵を描いてもらうと思います。おい、やばいじゃん。はい、はい、拍手。素晴らしいですよ。これあやに司会任せたのやばかったかもしれない。ちなみに今パパが、ちょっとお外出てるのでパパにも賛成してもらう予定なんですけど、先にうちらがやります。マジか。はい、どうぞ。マジか。ルール説明しますよ。はいはい。まずは好きな色ペンを一つ選んでもらいます。はい、セリアさんで急遽買ってきます。はい、ペンが決まった時点で絵で描いてほしいお題を発表します。すいません、そのお題は誰がやるんで決めるんですか？私に決まってますよね。ちょっとこうなるのかどうかしら、終わりやろ。すいません、ママたちはまだしも、かのさんに分かりやすい、うん、お願いします。あと見本見て書いていいんですか？どれに決まってます？見本が終わった。終わったな。全部模写できへんやん。で、はい、で、書いてもらった後、一人一人発表してもらいます。はい、これを繰り返します。最悪。各絵は一人3個です。てか3つお題があるってことだよね。はい、はい、視聴者の皆さんは4人がどんな絵を描いているか、また絵の感想をコメント欄で教えてください。では、お絵描きスタートします。終わった。はい、せーの、レッツトライ。これさ、画面さ、こっち側寄っとるけど大丈夫？めっちゃきつい。いや、だからこうやってやってない、きつい。地味地味じゃん、出とる。じゃんけんでいい？じゃんけんじゃダメ。年功序列で。あ、じゃあ私から。いいよ。え、マジで？どうすんの？年功序列の反対。反対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 。年功序列の反対。サムとママでじゃんけんして。最初で、じゃんけん、はい。よし。はい。あー、じゃあ。次、次、2に。3、2、1。赤ね。はい。黒がいい。お湯気づい赤やな。5、4、3、2、1。はい。マジで黒取られた。一番気づいて黒取られるの最初に。なんも黒いちゃう。なんでじゃんけんで勝ったもん勝ちやんの。いや、俺じゃんけん参加しないんだけど。俺じゃんけん参加しちゃうもんやん。はい、A4 の紙が配られます。でっか。だから、紙の半分は使って書いてね。簡単な話してあげよう。はい、いきます。最初のお題は、終わった。ね、ちょっと待って。え、無理、それ無理。私無理、黒ない。いや、黒出してもいいよ、別に。いろんな色あるやろ。縦の方がいいんかな。もう難しい。え、簡単よ。自分さ、人以外描けんくせにさ。ねえ、黒おかしいんだ。黒おかしい、黒おかしい、黒おかしい。ダメ。はい、青で描けるって。描ける。ね、絶対無理。鉛筆で下書きしたい。ダメ。自分一発書きせえへんがね、当たりするやん。するよ。よし、人一発書きするよ。みんな黙。どけ。これどっちで書くの？どっちでもいいよ。太い方がいいかも。あ、親父来た。ねえ。でっか。え、でっか。え、でっか。はい、頑張して、頑張して。はい、流して。俺、もう強制で、強制なんかじゃん。ええ、だから、なんて言うの、今、上。違うって、今、仕事やってんのよ、うちら。休憩すんの、これ。早くやってよ。何をすんの。これさ、自分がさ、仏苦手なのに、仏を書かせる。同じこと言われとる。早く、仏かけるもん、それは。つけたり。絵を半分以上使って書いてる。書いてるやん、あれ。何やったんだ。ねえ、見ない。誰も見てない。見とるやんかも。あ、うちももう。あ、じゃあ、はい、終わりましょうか。ね、まだやってる。もういいか。俺もついたよ、ジムめっちゃ。ちょっとあれ持ってきて、シュシュッと。シュシュッと。やべえ、同じことに思った。
レベルが一緒、意思疎通みたいな。え、そう、下からやろ。はぁ、ペン選んだ順じゃん。ペン選んだ順じゃないの、どういう意味だ。じゃあママが素敵な絵柄を撮ったらどんどん2人になるけど。まあ別に構わんよ、俺は。じゃあはい、ママから、あ、ちょ、パパからやん。あ、パパやばい。一番最後です。どれ見てて。いたチョコ。いた。はい、ママ行きます。じゃん。え、黒ずるすぎる。なんで X と Google が書いてないねえ。かなり自信ない。はいよ。はい、こちら。それ21分。ねえ、そのさ、丸い子たち何？なんか敵の声ができた。うん、声が。これは分かる。あの、指引っ掛けです。うん、これは充電ケーブル。次、ラスト、カノさん、せーの。まあ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 、はい、あの見て書いてあるの、これとか。あの見るな見るなって言う時なら見とるから、まあしゃあない、それはハンデやでな。はぁ、ハンデやな。違う、充電の俺、はい、俺のやつや。はい、はい、あやさん、お題をもう一度お願いします。スマホです。はい、スマホです。さあ皆さん、スマホに見えるでしょうか。見える。あやさん、評価、一言感想みたいな感じで。ロイター版。まな板。いや、わかるわかる、ロイター版がわかる。あの、飛び箱の前に。そうそうそう、ロイター版、ね、スマホ、子供スマホ、キッズ携帯。あの、子供スマホって言ってもあれよ、なんかアンパンマンのさ。わかる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 。あの、たまに、ま、真ん中にさ、アンパンマンの顔でくるくるくるってついてるだろ。そう、やけ違うのか。わかりました。はい、じゃんけん。全員じゃんけんや。最上級。じゃんけんぽい。はい、こっちは。はい、黒。あー、おかしいやろ。最初はグー、じゃんけんぽい。ここで引いてまで確実じゃないよ。取っておいた方がいい色あるね。まだあるね。はい。もう何色？でもこれさ、映り大丈夫？はい。黒を使えない。黒がいいの？交換したけど。やかの本当にいいの？ねえ、おかしいやろ。ねえ、やばいって。さらにママがヒートアップする。でもはや、その色とその正解や。いくよ。はい。もう消えないよ。さっきより簡単かな。いや、でもどうやろ。次のお題は。きー。あー、最悪。だから言ったやん、取っとけって。ではこっちも分かりすぎる。取って部分が思い出せん。取って部分が思い出せん。取ってってない、取ってって。取って部分が思い出せん。黄色に変えた方がよかった。あれは缶の輪の名の国の王ってやつでしょ。交換した。いや、缶の輪の名の国の王ってやつでしょ。あ、でもね、あのね、パパとね、はい、同じこと。何で言っとったの。違う違う、ここ違う。あの、金印。同じ。男違わせ、早く。どうぞ。黒に戻った。うん、やべ、言ったやろ、かの次がね、いっちゃ難しい。ね、わかんねえよ。七面鳥やりかけたら、今。ステゴサウルス。えっ！みんな太い。これいいね。なんでさ、ウサギとかさ、クマとかさ、おっただろ。わかりやすいやろ、特徴って。で、やっぱちっちゃい。なんか俺が描くの、なんか絵が小さくなっちゃう。でかく描けていっとる。描いたいね。描いたらこうなったんで。あの、もうそろそろ。見えない。はい、オッケー。かわいそう。あれ、膝つくせて。ブルーな。ミッキーと一緒。胴体がこっち向いてるの、顔が正面向いてる。いっけ
子供はそういうのが分かりやすい。はい、誰が上手？一番上手い人からどんどん。あ、だ、あやさんの指名で行こうよ。一番突っ込みどころがある人が最後。どう言ってた？いいよいいよ。こうして結構。はい。行きます。あれ失礼なやつやな。どこどこやるどうせ。はい、行きます。ママです。これはあのね、うん、見える。まあなんかちょっと悪いけど。次ね、早くパパにしようか迷ってる。ねえ、どっちの方がいいの？ね、角生えとる。え、角あるよ。おお。あの体、クラゲみたいな変な。骨が出とる。え、でも分かる分かる分かる。尻尾がちぎれちゃう。足長。ちぎれとるけどね。足長。そう、なんか。分かる分かる。なんかね、その模様のところで分かる真ん中の模様。のって書いてある。書いてあるな。ちょっと不思議な。っていうか。シマウマ？シマウマに見えるな。え。シマウマ牛？え、牛？ママ奥のカメラで確認するんやけどさ。ああ、いやでも牛は首が長いんで違うじゃん。はい。あれあれ。せーの、じゃん。こっち向いとれ。はい。反対向きよ。反対じゃないよ。こっちだよ。こっち向いとれ。はい。じゃん。だって書けないもん。最後の最後で。うん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 。あやさん感想を。やりたいことは分かった。ぱっと見ならこっちの分かりやすいかもしれないけど、分かる分かる、はいはい。え、親父が思ったよりもいいんだよな。ねえ、なんか悲しいね。え、なんやそれ、どういうことや。はい、じゃあ笑っといたくせに。いいよ、カズさんから引いていいよ。何を？安定は黒ってことは黒一個もらう。え、じゃあ一個違う違う、これ登録しとこうかな。はぁ、緑だったらどれでやんなきゃ。確かにね、やばい色を取った人がいるんで。俺やな、私やな、マジか、俺や私や、多分。いや、めっちゃ絶対自分、絶対自分。最後はうわぁ、浅い。顔がいい色。めっちゃ浅いしかも一発だかきでかけてんやろ。ねえ、2個がいい。2個色が違うな、見て。え、緑って着生的に困る色や。ねえ、飲みよって。いいから AI に。うん、面白くない。おぶねえ。はい、見せてよ今の人。ダメに決まってないの、みんな同じで。いや、顔だけでも大丈夫。顔だけでもいいと思うよ。ねえ、揺らすのやめてくれる？あのキャプテンつばさかよ。いや違う、自分描いたの結構描きやすいタイプ。マジでさ、もうねえねえ、おやじやばいって。あ、待ってごめん、一回も動かなくて気がする。あれあれやばい。いいですか？じゃあラストの絵になります。うまいかな。じゃあせーので見せるよ。いきます、せーの、じゃん。うんうんうん、なんかあのなんか女の子っぽいけど、まあまあまあ幼児なんで、まあまあ、そう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 、まあまあ全然わかる。これとかさ、顔上手じゃない？ね、上手やろ。タッチがうまい。なんかほら、これからハロウィンにいそうなおじいちゃん、うん、あ、ハイライト入れたいよねっていう。ハヤもうまい。あ、青汁飲んどいよね。青汁なんすよ。上手やろ。デフォルトや。かわいいやろ。ピンクが一番強い。で、これに対してパパはどんな、せーの。怪我人やん。なんか、あ、聞いていい？これさ、写して大丈夫？ねえ、この絵写して大丈夫？で、何、肩と頭に刺さっとんの？完全にハロウィンだよ。ねえ。でも死者やん。まあ、ハロウィンの時期ではある。だってカヌさんもさ、カヌさんがすごくうまくない？まあ、びっくりした。この目のさ、大きさの違いっていうのがさ、ちょっとやめようとしてるね。このなバランス感がうまいなと思って見とった。怖すぎやろ。え、見たらダメになるやん。いや、いや、パッと見ながらよ。パッと見ながらけど、なんかロケットなんかなライフル刺さってんな。まあでも、あの、下手ではないよ。ねえ、あやちゃん、誰が一番上手こんな感じ？上手は決めんでいいんよ。なんで？ただ年齢が違うもんね。はい、ということで、はい、我が家それぞれ絵を描いてみました。
ニーニーはこれです。あ、アイコン閉めてください。お腹が痛くなるほどたくさん笑わせていただきました。自分だけやろ。我々一生懸命書いたつもりなんだぞ。失礼な話ですわ。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。じゃあおじさん逃げろ。ロケットぶっ刺さってる。かわいいよ。以上。これはかわいくない。中年男性。これ上手やと思う、うん、できたと思う。かなりわかりやすいよな。パパのはねえ、あや、これパパに見せたってよ。ねえ、見せてくれ。